えーっと、地図の方は、この日はもう、でここまで乗せてたっけああ、実家の目の前の駅のとこまでと、ん実家の目の前の駅のところじゃないな。なんでここで切れてるんだあ、GPS がハングしたんだ、確か、最後。まあ、そんなことはいいとして <laughs>。この日は何時の便で出たんだかな確か、2時半とかだったと思うんですけど、 この日のルートは、宿からちょっと北上して八幡目咲っていうところ見に行って、で、その後、ちょっと田んぼ棚田の中通って、で、フェリーターミナルまでと。えー、っと、美味しそうでしたおいし。美味しそうでした。美味しかったです。酒のつまみ。まあ、飲み屋さんですからね。でも、この飲み屋さんも結構新しかったです。見たとこ。さつま揚げ、天ぷら。天ぷらって言いましたっけ ご飯か。あ、そう、ご飯ですね。うっかりおかわりするとあの、食いきれないんですよ。おかずの方。長崎のお魚で出世魚。あ、平正って長崎の方なんですかね。お、こんばんは。いらっしゃいませ。うん。ちょっとこれ、みりん干しは焦げてたかな。あと、目玉焼きと。まあ、これ朝ごはんで。実家もバレてるから、ツイッターでバレましたからね。まあ、あと、これは、あの、やがためってとか、塩が、あの、 名産というかまあ特産品として作ってるんでしょうねで焼き塩いろんな種類がありましたしいたけとかウニとか、えー、これは普通のやつかあとエビとかちょっとエビ舐めてみたんですけどそれほどなんかエビってはっきりわかる感じではなかったです魚若干攻撃味えーと博多ごとはですね3000円いくらじゃなかったかな確か自転車入れて5000円したかな 似た魚にカンパチ。ああ、カンパチか。でもカンパチよりもだいぶあの弾力がある感じです。で、えー、っと、朝。これや、まあ部屋、部屋のステンドグラスですね。この前日の、えー、っと、この明かりがついてないとこが多分、かな他に開いてないから多分ここだよな。多分これが今映ってたんだと思います。椎茸塩。妹実家。 実家を小熊に実家を小熊に小熊の店舗は実家とは違うとこですけどね。あの、箱崎っていうとこです。で、向こうの方に見えてる岩が八咫目岩です。これ灯台もあったんですね。目の前まで行ったら見えたっけ確か見えなかったよな。あ、もう目の前まで行ってるか。これの向こう側にさっきの灯台があるんですね。で、海は結構きれいな感じでした。ちょっと風があったかな、この時は。 ここから見て裏ですかね。これも八垣目崎の方に着いたところの写真です。あ,あ、そうそう、ようやくこの日に晴れたんですよ。<laughs> 散々でしたからね、今回、天気的には。で、向こうの方に見えてるのが、なんかこれあの、河口の、河口なん、なんて、なんていうとこだったかな。これ見えてる方向は、えー、っと、この辺りなんですけど、 なんかこの、ここの部分が加工である証拠の断層だかなんだかっていう風にダメだな。<laughs> ちゃんと説明できない。白い。あとここのとこ赤いのが特徴らしいです。電波的にもマシン的にも最悪でしたね。<laughs> マシンが今回、ルークスの USB 端子までおかしくなってしまったんで最悪でしたね。で、また教会見て、これ確か名前が書いてあった。冷水教会あとこの辺りに、 風見鳥がついてると思ったらカラスでした。犯人が自首する木に、その手の話で必ず出てくる名前があったけど、何だったかな。あと海沿いの変,変な道通ったりして、あ、で、この辺りだ。あの途中、途中っていうか、福江島の方で見てたんですけど、こう,う屋根付きの干し場があって、多分んかんころ、あのさつまいも干すためのものだろうと思って。 あの地元のおばあさんがその辺にいたんで聞いてみたらやっぱりそうだと。また、あの、全般的に干し物をする場所っていうふうに言われてましたけどね。あの、後で調べたら観光路だなっていうらしいです。あ、そうそう、船越英一それぞれ。風見鶏。えー、っと、頭頂部、頭頂部。で、これです。これがあの、えー、その、聞いたおばあさんがその後息子さんとトラックでどっか行く途中によあのよ呼び止めてくれて、 あのこれがかんころ餅って言われましたあんこ入りのでこれがえらい美味しかったですなんかこれ粉吹いてるように見えるんですけどあのさつまいもとかあとなんか穀物が少し練り込んである感じの餅でで中あんこですで多分紫芋を使ってあるんじゃないですかねあ干物とか干す場合もあるんじゃないですかね多分そうち運が特にこの時ですねあの なぜここを通ったかって単に棚田,棚田が衛星写真で見えたからってだけで <laughs> 通ったこの道なんですよ。で、この道のこの辺りであのおばあさんに聞いたらその直後に餅が出てきたっていう。で、かんころ餅で調べてもですね、このタイプの餅ってほとんど見当たらないんですよ。唯一あのこのあんこ入りタイプでかんころ餅のその なんかパックして売ってやるやつ見つけたんですけど見た目が全然これと違うんですよねだからもしかしたら地元でしか買えないもんなのか下手したらさっきのおばあさんところで作ってるものかもしれないですねかんころもちって結構あの家で作ったりすることもあるらしいんでそうあの干し柿に似てるけど全然干し柿じゃないんですよあのもち生地にさつまいもが入ったやつとあとあんこなんですよ かのようにあーそうかもしれない本当にこれ美味しくてあのー、後で道の駅で買った缶コロモチも実家に帰って、あのー、スライスして焼いて食べたんですけどね全然違いますなのでちょっとこれもういっぺん食べたいんですけどあの通販で見つからないんですよあじゃあこの写真で次終わって次の枠でおしまいですねお疲れ様ですじゃあ次枠は多分早めに終わると思いますじゃあまた次枠取りますので えっと写真も、まあ、一枠で十分かな。じゃあ、また後ほど、お疲れ様でした。レシピ、<laughs> 一応、あそこの場所わかってるんですけどね。じゃあ、次き役取ります。いらっしゃいませ。大 <laughs> 岡山からいらっしゃいませ。 やっぱりなんかこの無音に自分の耳で慣れないなぁ今の大学の時の友達とツイッターでやりとりしててあの著作権とか関係ない自動作曲ソフトで曲作ってやろうかみたいなこと言われてるんででいつも使ってる曲の URL を渡してこんな感じですと言ってるのでもしかしたらあの今後あの問題ない BGM を使えるかもしれないですこんばんはあじゃあ1分になったんで始め,始めます ナンシオとナンシオとの人は毎回言ってますけど、福岡なんですかあなたは。本当に福岡の人なんでしょうね。いらっしゃいませ。このカンコロむしもう一遍食いたい。ちょっとこれ、表面がですねあの、まんじゅうの皮みたいにパリッと乾いてる感じで、少し焼いてあると思うんですよね。で、あと、多分この色はあの紫芋を使ってあるんだと思います。干し柿とか、ぶどう系の味じゃ全然ないんですけどね。 じゃあ写真の続き。で、あとこれもその寄り道してる棚田,棚田の途中で見かけたんですけど、えーと、これは結局、何だったんだっけ町の有形文化財になっている、えー、こういう建物。で、中が、こんな感じ。これってどういうものなんですかねちょっと全然詳しく見,見ずに、写真だけ撮ってきたんですけどね。 なんとなくこの漢字が集会書風にも見えるキリスト教じゃないですよねこれはそう阿弥陀様だしいえいえでそうかもしれないんですよだとしたらあそこの家に行かないと食べられないってことかもしれないそうなると敷居がめちゃくちゃ高くなりますねであとこれもなんかの地元の人に話しかけられて近くにあのえーなんだったっけ 太平洋戦争とか、あと何かで、あの、亡くなった人たちのお墓があるっていうので見に行ったりして、殿様バカっていうのがこれ。なんかあの、えー、っと、いくつかのその事件でもないけど、なんか、何々で亡くなった人っていうのが複数あるみたいだったんですよね。ダメだ、全然説明になってない。うん、今日自宅からの配信です。こんばんは。バカ殿様ではなく、 あ、なんかあそこ書いてありますね。うーん、ちらっとしか見えてない。で、えー、っと、このあと港の方に戻って、ちゃんと調べて。<laughs> うーん、自分が興味あったら調べるんですけど、さ,さほどでもないんですよね。慰霊碑かな真ん中のは確か慰霊碑でしたね。で、これは小学校だっけ えっと、カトリック、青方教会。あ、これ全部教会か。学校かと思ったらこれ全部教会なんですね。でかいな。これも今写真見て行ってますけどね。こんばんは。で、この後の港の近くでなんか昼ご飯食べてから帰ろうと思ったんですけどね。店開いてなかったです。店自体も少ないんですよね。青方校の方。 えっと、おじさんとの会話、おじさんとの会話、あ、殿様バカの方ですかね。まあすいません、じゃあ写真なかった方が良かったかもしれないですね。ちゃんと説明できないから。まあそういう人と話したっていうのがあったってぐらいかな。で、結局ホットモットしか見つからなかったんで、それ買っていきました。えっ、ー、と、こんなに寒くても、まあ冬でも普通に走ってますよね。グぐるから失礼しました。 で、これが、青方港、青方港ターミナルか。ここもですね、あの、前の日に来た、あの、な、あれなんて名前だったっけな、な、な。えー、っと、この、ならおか。ならお港、どうしてもこの奈良おと覚えられないんですよね。奈良岡港の方と一緒で、えー、港の周り、本当に何もなかったです。 クックパッド、あ、かんころ餅ですか。あ、ちょっとそれ、後で見てみます。ありがとうございます。でも、絶対忘れそうだから、今のうちに <laughs>、画面外で開いとこう。うーんなるほど。確かに結構近い感じです。これに、粉はたいたら、近い感じがする。ありがとうございます。てか、早いな <laughs>。で、えっ、ー、と、いくらだったかな博多まであ、 結構しますね。5000円以上しますね。自転車込みで5210円かなかな違うか。自転車入れたら6000円か。結構しましたね。ちなみに6時間以上かかります。あ、殿様ばか出ないですかなんだ。お皿で、なんか嫌な覚え方させられたなぁ。本当にそれで覚えてしまいそう。ん白玉粉って今書いてありましたあ、本当だ。あれ 餅じゃないんだっけ、これって。確か、あの、餅米の餅のはずなんですけどね。で、ターミナルで、ターミナルの中、自販機すら <laughs>、あの、中にはないようなとこだったんで、外で買ってきて、昼ご飯食べました、ここで。もうフェリーがあの到着するギリ直前だったんで、ギリギリで食いましたけどね。で、あと、確かこれ顔隠してるよな。よしよし。あの、このターミナルですね。多分、釣りの人だと思います。 なんかぐったりしたおじさんたちがいっぱいいました。で、あの、自転車に博多駅貼り付けて、んあ、船はそうですね。寝てりゃ大丈夫です。前一品っぺ酔ったことあるけど。<laughs> あ、会員的にか。ですよね。で、あとこれ、船に積み込む荷物がこんな感じだったんで、絶対さっきのあの釣り客だと思います。これ全部クーラーボックスですよね。ただ不思議なのが、 どう見てもクーラーボックスの数の方が、さっきのおっちゃんたちの数より多い。でも、ターミナルで待ってる人はこれしかいなかったんで、どういうことなんですかね。で、乗り込むフェリーがやってきて、たくさん取れたからってこともないと思うんですけど。ん足が。あ、これか。で、これで博多まで向かいます。太鼓だったかな太鼓。 行き方は出ても何が祀られてるか意味があそうなんですかじゃあ私のウェブアルバムの,あの看板の写真で確認するしかないですねでこのフェリーの中はあのこれあの館内船内地図だとラウンジって書いてあるエリアなんですけど畳,畳張りになってましたあの隅っこの方にテーブルとかって結構いろいろできそうなとこだったんですけどねうんあの結構大きいですで あのこれ乗り込む前から気がついてたんですけど、なんか、えー、っと、地元の人の、なんか若手の人がですね、一人あの盛大にお見送りされてました。このフェリーの係の人みんな、あのこの見送るときになったら、パーとこっち走って行って、見送って、で、また戻って行ったりしてました。えー、っと、画像検索、色検索、あなるほど。で、この人たち、最後まで、あの、 見えなくなるぐらいまで旗降ってましたね。大量旗かな。大量バタ現代も、あ万歳してました。この人たち。割と若い人だったんですけどね。あの見送られてる人は。うすときにはないですあ。だから。あ、でも、餅つき機は持ってるんですよ。私は。あのパ,ンパン作るやつ。で、この大みそかに、えー、長崎五島から博多に向かうフェリーはガラッガラでした。 乗船率は10%もいってないぐらいじゃないですかね。えーと、やかましい応援の、ん応援。いや、そんなになんかやかましいって感じでもなかったですけどね。A 点なのかもしれないです。大晦日の日に移動して、持ってます。で、隅っこの方に寝転がって、あの、セリアで買ったタブ、あのー、タブレット台使って、ずーっとあの、寝転んでタブレットやってました。これあの、右手で、 カメラを構えて撮った写真ですね。えっ、ー、と、パン作ったことは一度もないです。ズボラスタイル。赤字かどうなんですかね。まあでも、ターミナルの様子からすると流行ってはいない感じです。あ、そうそう、こうやって。これはフェリーの料金表,表示してるのかなあ、これ何度か取り直しましたけどね。 いいらないならななまたタブレット私のタブレットをけなしやがってなんかこうやってあの新しいものを買うと新しいもの自分が買ったものをけなされると自分がけなされてる気分になるんですよねあの大学の時の先輩が言ってたんですけどなんかいらんこと自我が拡張してしまってそう自分が好きなものをけなされると自分がけなされるっていうふうにあの感じてしまったらもう負けであるみたいなこと言われましたね あこの台、いや、この台あまり出来よくないですよ。割ともろい感じです。あ、で、えっ、ー、と、夕方頃に、あの、夕日配信とかいう、あの、要求のコメントもあったんですけど、曇っててダメでしたね。そうそう、内部にならないようにしないと。そう、モッフル。モッフルというか、まあ、餅をつく機械なんですけどね。モッフル機は別にあります。別にありますというか、別に持ってます。そうそう。で、博多港に到着して、 えっと、<coughs> 夜夕、夕方7時ぐらいついてます。夜か。夜7時に到着。そう、全部褒めないとダメです。あ、スラスか。で、えー、っと、これ何タワーだったかな。あの、博多港のとこにあるタワーで、博多港から博多駅までは、えー、っと、博多駅までは、えー、っと、遠いな。 えっとですね。この港から博多駅までは3キロぐらいあるんですよ。で、自転車こいで行って、ここでパッキングするのもめんどくさいなと思って、結局20キロぐらい自走して、あの、古河っていうところにある実家まで帰りました。ここの写真が何枚かあるんですよね。あ、これあの、港の近くで、なんかイベントやってたんで、自転車で入ってたら自転車で入っていけないようなとこでした。なんかモ,モールみたいなとこだったかな。 あ、ポートタワーでしたかね。そう、バカにされたら。ん船では寝たのですか寝ました、寝ました。よくこんな寝,寝れるなと思うぐらい寝ましたね。そう、20キロも自走しました。計算したらですね、多分自走の方が、いや、早いことないかな。まあでも、ほぼ一緒だったと思います。で、これは、えー、大晦日の、あの、初詣の人たちでごった返す前の、 箱崎宮っていうとこです。箱崎宮。福岡であの、お宮参りと言ったら、箱崎宮と、えー、宮地岳神社と、あと、宗像大社かなだったと思います。あ、そうそう、途中であの、妹の、あ、そうだ。小熊屋ネタあったな、そういえば。これが多分、えーっと、これが7時半だから、4、5時間後には大変なことになったとこですね、ここは。おそらく。ディアミツル。古賀さん、あ、そうですかね。 ここが、写真。いや、あの、枚数取ってればって感じなんですけど。あ、で、これだ。これが、あの、箱崎の近くにある、国前でございます。今後もよろしくお願いします。よろしくお願いしますね。あの、知らない人に意味わかんないですね。ここは、あの、妹が最近ようやく店舗を持って始めた洋菓子店です。ちょっとまた最近、体調を崩して、あの、正月早々休み取ったりしてましたけど、あの、よろしくお願いします。 ででで検索すすれば出るはずですのであっ太宰府もそうでしたっけ確かに太宰府でかいですよねあれじゃあどれが三大三大初詣に入ってないんだったっけ宗像まさかでこの写真は、えー、これもどうでもいい写真ですね中学高校の頃に入り浸って入り浸ってほどでもないけどあのよく通ってたゲームセンターです 今は中見るとテーブル筐体なさそうですね。プライズゲームだけっぽいですね。つぶ <coughs> れた、はいちゃ。ん予約しないと。いや、ああ、うーん。<laughs> 午前中に行ったらなんとかなると思います。そう、自営業。入り口ボロいのはそういう意図。ボロいかな。かなかな。あ、ちなみにこの <laughs>、こっから右側だけなんですけどね。左側は別の建物です。 あ、そうか、これ箱市の建物だから、かなり古いんだったかな。まあでも綺麗にしてますんで大丈夫ですよ。で、小貝駅に到着して、これで写真終わりかな。終わりだ。ということで、実家に帰ったというところでおしまいでございます。えーっと、この後は、あと15分ありますね。あ、じゃあもうやってしまうか。床屋さんみたい。確かにちょっと似てるかもしれない。じゃあこれが大晦日のやつで、 もう一つあるんですよ。